次に伊吹文明君。伊吹君。委員長。伊吹君。いよいよ締めくくりになりましたので、我が党を代表していくつかの点、今後今政党間協議が行われているわけですから、この協議を円滑に進めるために確認をしておかなければいけないことがありますので、逐次確認をいたします。総理も TPP やその他でなかなか党内も揉めて大変なようだ、だと思いますが、できるだけ政党間協議になりますの話になりますので、党首としての指導力を発揮していただかなければいけない部分がありますから、基本的には総理がお答えをください。まず簡単なことからやっていきたいと思いますが、まず歳出、今回の補正予算とそれから24年度の当初予算の要求をこういろいろ調べてみましたが、概算要求を出した後いろいろまた必要になってくることがあると思います。例えば今与野党間で議員立法でやっているこの二重ローンの解消策、これ法律が通った場合に信用保証をどうしてやるかとか、そういうことがありますし、いずれ生産払いの生産のための補正予算を組まなければいけないんで、被災地の方々のために、あるいはそれ以外にも必要なことが生じた場合は、第四次補正にするのか、あるいは来年度の当初予算の後すぐに補正予算を出すということは財務省としては非常にシェームなことですから、第四次補正予算を作る必要に応じて措置をするというお考えはありますか。野田内閣総理大臣。基本的にこの第三条制の成立をお願いをする立場で、次の段階のお話をするのはちょっとまだ早いかもしれませんが、ただ今ご指摘のあった二重ローンへの対応であるとか、大体これ追加財政需要というのも発生をするということもありますので、当然のことながらそういう対応はしていかなければいけない、予算措置をしていかなければいけないだろうというふうに思います。伊吹君。はい、委員長。それでは次はその昨日の公明党の石井議員のご質問に極めて正直に答えられてたと思いますが、19兆は私かなり将来的には増えてくると思います。で、これを新たな増税措置を行わずにですね、税外収入と節約でやることを約束はしてないんですよ、あなたは。基本とするという答弁をしましたね。だからこれがどうなるかによって、特別会計で経理するかどうか、あるいは一般会計になるのか、何年からどうなるのか、いろいろ状況が違うと思いますが、増えていくことをやはり立法府としても考えながらね、対応していかなければいけないので、復興庁ができれば財務省とよく相談をして、毎年予算を提出するときに今後の復興予算の見込み額というものをですね、集中期間は5年、あるいは公共事業等の継続の費用を入れれば10年ぐらいの予算計上は必要だと思うんだけれども、その間立法府に毎年、ローリングをしながら今後どの程度の費用が必要だということを報告をする気持ちはありますか。野田財務大臣。総理大臣ごめん、ボケとるな。総理大臣だよ。野田総理大臣、失礼。伊吹先生ご指摘のとおりですね、昨日公明党の石井委員からの質疑の中で申し上げましたけれども、復興の、集中期間5年間少なくとも19兆円と書いてございますけれども、で、10年間では23兆となってますが、例えば除染の費用等々、
これより多分上乗せせざるを得ないと、中間貯蔵施設の問題とか含めまして、でそうするとその時の財源どうするかなんですが、まあ、今回の予算編成もそうだったんですが、財源確保は基本的には歳出の削減と、そして税外収入の確保にを最大限努めて、で足らざる部分を臨時的な税制措置でお願いをするという、まあ、今回の考え方ですが、今後も基本的にはその姿勢で臨んでいきたいというふうに思うんです。でその都度、まあ、これ、まあ、ローリングしながらというお話がございましたが、分かる範囲ではそれは当然国会ご報告をしていくということはしていきたいというふうに思います。伊吹君。我が党の立場を申し上げておきますと、復興復旧については全面的に今までも協力をしてきたと思います。むしろ昨日までの審議で各党からご批判があったように、政府部内としてのその法案の提出、あるいは担当大臣の指名の遅れ、予算の提出の遅れ、その他があったということが今日の、まあ、遅れという批判の私は原因だろうと思うんですが、今後もですね、だから復興基本法も基本的には我々の出した案をほとんど丸呑みしてそのまま通されたわけだし、あなたが財務大臣を知っておられたときには通らなかった税法のつなぎ法案は公明党さんと自民党でわざわざ作成して提出したぐらいですからね。今後も協力をしていくということは全くやぶさかじゃありません。で、だからいろいろな面で今はもう 役人というか財務省が作ってレクチャーをしてもらって、そして書いてもらった答弁を読む段階はもう過ぎたんですよ。今や政党間協議に移ってるわけです。ですからそこの点を間違えないようにね、やっていただければ、後からこれ詰めますが、全面的に我が党は協力をして、関連法案も補正予算も今国会中にご心配ないように通すと。しかし協力をされるかどうか、それは与党としての義務だと。我々もなかなか与党感覚が野党になっても抜けないんだけれども、あなた方も野党に、与党になってるのに野党感覚は抜けずに、例えば三党で協議をした後、そのことについて野党間の調整を共産党さん、社民党さん立ち上がれ、みんなの党、みんなおられますね。これはやっぱり与党がやるべきことなんですよ。我々もそうやってきた。だからそこのところは間違いないように、一つぜひやっていただきたい。で、これさえやっていただければ、あとは政党間協議で話がまとまればご協力をいたします。で、そこでまず一つ簡単なことからいきますと、今回のその財務省が持ってきたこの第三次補正予算3号フレームと書いてある復興財源となる歳出源の中に、子ども手当をその変えたことによる1100億円のお金が入ってますね。で、これはね、本来私はやっぱり、代表質問で我が党の谷垣さんが言ったように、国際減額に回すべきものなんですよ。ただ国際減額をすれば逆にそのこちらが復興債が増えるだけのことだから、なことはどちらでも僕は最終的には国としてはいいと思うんですが、野田さんにぜひ一つお願いしておきたいのは、あなたの認識を改めておいてもらいたいと思うのはね、リーマンショックと東日本の大震災と衆参のねじれがあったからマニフェストができないという答弁をよくされるでしょう。これは全く違いますよ。全く違う。それはね、無駄で9兆1000億、そして税外で毎年毎年恒常的に5兆円、そして税の見直しで2兆7000億。これだけを、見つけ出して、4年間で16兆8000億のサービスをしますといったその財源の見通しが甘かったんですよ。そこに尽きるんですよ。
だって22年、23年の予算編成は、もうすでに 3.11 前に終わってるんでしょ。その時にすでに子ども手当も約束した通り半分できてないじゃないですか。リーマンショックによる税収減なんていうのは、財源の見込みに税収を使うということは一言も書いてないですよ、マニフェストにはね。だからこれはまあこれでこれはこれでいいんだけれども、あえてこれを変えろとは言わないけれども、そのぜひね、このこれを復興予算にの財源にしたから結果的に子ども手当ができなかったという根拠にはしないでもらいたい。それは東日本の人たちに対する大変な失礼なことですよ。どうぞ。野田内閣総理大臣。マニフェストの中間記事を8月等としてまとめていただきました。でそこにはですね、伊武先生ご指摘の通り、ねじれ国会であるとか東日本大震災この影響であるとか、あるいはやっぱりリーマンショック後 の大きな税収の落ち込みとかっていう要因も書いてますが、合わせて十分な検証を行ってこなかったことについての反省も含めて書いてございますので、その反省の中にはいろいろご指摘の点もあったというふうには思います。そこはぜひその3点だけ言ったわけじゃなくて、検証してなかった部分もちゃんと謙虚に書いてあるということはご理解をいただきたいと思うんです。でその上で子ども手当の扱いなんですけれども、子ども手当もそうですし、高速道路の無料化もそうですけれども、これはやっぱり三党合意によって特定の歳出の見直しを行い、でそれについては復興の財源にすると、そういう合意がございましたので、今日に至っているということであります。ご指摘の通り、普通は歳出削減分は赤字国債を減らすということが財政学では基本だと思いますが、こういう大震災があったので特定の歳出の削減は三党合意に基づいて復興に当てているということでございます。委員長。それではですね、もうこれは財務大臣を長くやられたからご承知のことだと思いますが、予算は歳入歳出からなってますね。で歳出は国民の財産である税、それから税外収入、そして将来の国民の負担となる国債を、この限度までこの歳出に当ててもいいという権限を国民から選ばれた国権の最高機関である国会の我々が指名をした内閣に与える行為なんですね。しかし同時に歳入はあくまでこれ見積もりなんですよ。だからそこまで取っていいっていうことじゃない。取れない場合もあるし、取れすぎる場合も当然ある。これは各法律で決めて いかなくちゃいけませんね、税法その他ね。そして今参議院が民意の反映として今のような状況になってるから、この予算を円滑に機能させるためには参議院で関連法案を通さなくちゃいけない。そのために輿石さんも大変な苦労をしてるし、前原さんも藤井さんも苦労してるということだと思いますね。でだから今やその話はですね、先ほど申し上げたように財務省が作ってレクチャーをして、そしてなんとか国会を通してもらうために書いた想定問答を読む段階から政党間の協議に移っているということをぜひご理解をしておいてください。そしてその3党の幹事長の話し合いはですね、結局そのこれは表に出ていないんで、口頭で申し上げますが、輿石さんとうちの石原君と、それから公明党の井上さんの間で話し合ったのは、1番目は、東日本大震災復興特別会計仮称を創設すると、そしてその制度設計については、3党政調会長間で協議し、結論を得ると。これが1番目です。2番目が復興債の償還期限は25年とすると。3番目は復興債の償還財源に充てるための税制措置のあり方は3党税調会長間で協議し結論を得ると。これが幹事長間の
合意